ユリウス・ネポティアヌスは、ローマ皇帝くらいの戦勝者。ローマの統治者でもあった。彼は、在位中ほとんどの時間を敵対者、マグネテン・ユース・ミカドとの敵対に費やした。後に妻として、総督、マルケリアヌスの妹をめとった。コインベアリングのネポティアヌスという称号を自称し、彼は、28日間ローマ市を統治した。英語では、ネポティアンと呼ばれることもあり。 コンスタンティヌス朝の一員であった。彼は、ライバルであったマグネンティウスの将軍、マルケリヌスに殺された。なお、西ローマ皇帝、ユリウス・ネポスの父とは別人であり、コンスタンティヌス一世の老いである。ネポティアヌスは、コンスタンティヌス一世皇帝の姉妹であるエウトロピアの息子であり、ビリウス・ネポティアヌスの息子だった。出生日は明らかではない。しかし、彼は、 コンスタンティヌス朝のエリートに列席する人物であったためかなり質の高い養育を受けたと言えよう。後に当時の名誉職であった元老院の議員の称号を賜った。そこでのつながりが後に皇帝となる時の支持者となったのであった。それと同時にローマ帝国の貴族となった。336年にはローマの執政官にも就任している。 350年6月、ネポティアヌスはマグネティウスの反乱の後、ネポティアヌスは自分自身をローマ皇帝であると,と宣言し、剣闘師の一団と共にローマに入場した。350年6月3日の出来事であった。入場と共に彼のライバルマグネンティウスの支持者であるアニシウス、またはアニセトゥスが町を脱出した。ネポティアヌスが皇帝位を宣言したことを知った。 マグネティウスは彼の信頼した管理であり、将軍であるマルケリヌスをローマに送ることによって、この反乱に素早く対処した。ユートロピウスによれば、ネポティアヌスは、その結果生じた闘争によって、マルケリヌスに殺害された。彼の首は槍をかぶって、ローマの街中を担がれ、晒し物にされた。翌日、元老院議員であったネポティアヌスの支持者の迫害の間に、 彼の母親であるエウトロピアも殺害された。ありがとうございます。